皆さん本日もご参加いただきありがとうございます CBI 年次会議でございます本日3日目となりましたグリーンな移行について話し合ってまいりましたグリーンファイナンスグリーンキーの面でヨーロッパでも中国でもアジアでも ブラジルでも世界中で、えー、素晴らしい動き、働きが起こっています。そして債券でも一兆ドル市場となりました。一兆ドルというのは、えー、だけではなく他の面もあります。グリーン債だけではありません。この数年、素晴らしい発展を遂げていますが、まだまだ道のりは長いです。 排出は IPCC の提唱通り58か10年間に55から58パーセント削減しなければなりません。それそれができれば破壊的な気候変動を避けるチャンスがある程度あるあということです。ただ難しい面もあります。金融の面でもやることはいろいろあり。 移行における投資、例えば燃料セクターへの投資でもやることがあります。パリバのマーク・ルイスさんの話もありましたが、それからロッキー・マウンテン・インスティチュートからの話もありました、それから石油・ガスセクターからの話もありました、そ,こそちらの移行プランも伺いましたそして、今日は水素と鉄鋼について、今日話し合っていきたいと思います。 素晴らしいスピーカーをお呼びしてございます。これはコロナ禍でも出た話が今日は出ると思います。政府、そして航空会社、いろんなところからチャンスがあると、空航空エアラインの方でも移行できるチャンスがあるという話題です。資資本設備投資 もが関わって話関わっています。フランスの方でも航空業界に対する話が出ています。え CBI の交通に関係している部門でも飛行機航空機に関する研究が進んでいます。ではビデオをご覧ください。ここここからディスカッションを始めていきたいと思います。 航空業界でも CO2 排出を削減していかなければなりませんしかしこれは大きなチャレンジです今日はこのような移行がサステナブルな航空業界になるための移行についてお話ししたいと思います私は交通の千枚でございまして CBI の交通に関する技術部会のメンバーです 航空業界からどうやって二酸化炭素排出を削減するのか、そしてサステナブルな航空業界にするにはどうしたらいいのか、ど,どのようにできるかというのを検証してみましたまず。まず電車も見てみて、交通ですので電車の方も見てみようと思います。 ヨーロッパ、えですねに失礼しました、航空業界ですね。やはり燃料というところを見ていかなけ,なければなりません、航空業界の。例えば、再エネ、風力、太陽光発電、そして、を使って。 カーー、ボンフリー炭素を使わない燃料を航空業界でも使っていくということ航空機にそれができれば、えー、カーボンゼロへの移行はより早くできることになりますバイオフュュアルも可能,さ可能性がありますただこれには限界がありますので、えー、今使って ケ,ケロ,センケロセンへの移行も考えられていますこれは、えー、高いんですねやはり、えー、化石燃料よりは高いこれを移行に使えるのかどうか航空業界ではエネルギー効率を上げていかなければなりませんただ ここで技巧で大切なことになるのはえグリーンな人工の合成のケロセン燃料ですこのようなことをマンデートにしていくキロケロセンを使った航空機、えー、を例えば まあは1%ずつ増やしていく、2050年に向かって増やしていくという案を出しています。えこれを考えてみましょう。いろいろなセクターを考えるに。 航空業界では技術部会があってどんな機会が開かれているのかを研究しています。でこれに関しては科学者がいろいろな専門知識をこちらに提供してくれています。新しい燃料への移行が非常に大切です。水素ですから水素ということが出てきます。 低,低炭素の水素、グリーンな水素、そうすればいろいろなセクターに水素が使えるようになります。皆さんに言いますが、グリーン水素というのは、再エ,ららエネを使って作られた水素のことです。ブルーというのは、えガ,スガ,スガス火力を使って CCS をつそれに加えたものがブルー水素。 大体現在90%はです、ね、水槽は、えー、石炭から作られています。これはブラック水槽と,と言われています。ですから、き、えー、今日は素晴らしいスピーカーの方に お越ししいいいいたただいてまますすその前にスポンサーをご紹介したいと思いますこの会議はこのようなスポンサーがー支えてくださらなかったら開催ができないできなかったものでした昨日はガムンディの方でもアセットマネジメントからも素晴らしいコミットメントの話を伺いました。 グリーンへの移行、それから、えー、クレディ・スイスの方でも、えーことえー、2日前にです、ね、枠組みというものを、えー、グリーン移行に対する、えー、私どもと一緒にグリーン移行,祭移,行祭です、ね、移行祭の枠組みというものを白書を、えー、発表しました。HSBC JP モルガン素晴らしい ごご協力をありがとうございます。そしてサポーター企業の皆様、えー、通訳者の料金を払ってくださった企業も、えー、こちらに出ています、えー、中国語ポルトガルドロシア語日本語そして、えー、スペイン語に通訳されていますただですね、えー 途中で中国語でお話になる方がいらっしゃいますので、その時は皆さん、えー、とアプリの方で、えー本、通訳をお選びになり、英語を押してください、またはそれぞれのお聞きになりたい言語を押してください。フロアのままですと、中国語しか聞こえてきません。えー、下の方をご覧ください、えーえー。ハッシュタグがありますね。cbicconf20 と書いてあります。 ツイッターをツイートをなさるときはこのハッシュタグでお願いいたします。今日これが今日のアジェンダです。えー、監督当局うもう出てもからもお話しいただきます。お私はさい、えー、最後にサマリー。 をいたしますので、一番最後に私がご興味のある方はそこまでいてください。でえー、質疑応答はセッションを通じてしていただけます。アプリの方で、えー、質疑応答欄に打ち込んでください。これは録画しておりますので12月まで録画をご覧いただくことができます。まず最初の スピーカーですね、水素のセッションのスピーカーをご紹介したいと思います。ねえー、HSBC の、えー、マネージングダイレクター、ゾウイナイトさん、サステナブルファイナンス、それから、もう水素の専門家でいらっしゃいます、えー、ドクター、チャン・ウェイ、それピエール・エティエン・フランさん。 えですね、水素エネルギーワールドビジネスユニットのバイスプレジデント、それからエアリキッドの会長でいらっしゃいます、それからジンドン・ワン様、家屋鉄鋼グループの技術最高責任者。では、ゾイさんからお願いいたします。 えですね、ご,ご招待ありがとうございます。こうですねアジェンダがどんどん進んでしまってもっと長く続けばいいのになと思いますが、えー、今は移行ファイナンスグ,ローグリーンファイナンスということで水素業界でどんなことが起きているかお話ししたいと思います。 では、どんなことが起きているのか、まずご紹介したいと思います。どうやって、い資本、ストックをどうやってパリ協定に即したあ面方,方面に流していくかということですねきょほ本。今日の高炭素工業を低炭素に変えていくにはどうしたらいいのかということで。 いろいろな産業セクター鉄鋼やセメント業界の方々と対話をしていますこのような産業ではあそこまではっきりとしたパスウェイがないというのが現状です他のユーティリティ業界などよりはパスウェイがまだ定まっていないというのが現状ですですからこのようなところで移行していく面で水素というものが非常に有効になってまいりますまず 今、勢いがついています。それには3つの面があります。1つは需要が高まっていること、2つ目は、えー、政府の方針が高まっているということ、3つ目はやはり、えー、カーボンプライスがででで使われ始めているということ、そのうちの2つのドライバーというのはすでにもう、えー、定着しています。えー、需要に関しましまては 日本家の方、そして、えー、企業の方にもお話をしてきていますけれども、その水素に関する需要というのは、本当にこうスケールが上がってきているということです。そしてギガワットレベルのパイプラインのプロジェクトというのがございます。これはあイギリスではもちろんですけれども、日本では三菱が取り掛かっております。 こういった根本的なところですねそのグリーンな水素を生成していくためのそのコストを下げるための取り組みが行われています次、政策ですけれどもこちらも今実施されているところですがベタで、えーでさらに責任のあるやり方 を行っていいくととうことで、特に新型コロナのこの時期にありましてえ日本、そして韓国、えー、そしてカリフォルニア、オーストラリアといったところもこのようなキャンペーンを行っております。EU では水素の戦略をお60ギガワッ,ツワットで、えー、24年までに、えー 下げたいとしておりますそして2040年までには40ギガワットというようにコストを下げたいというように考えております。またこのカーボンプライシングですけれども。 ショーンさんともしっかりとこれまでディベートをしてきたような話題なんですがこの業界全体で特にセメントそして鉄鋼業界での利用が非常にクリティカルだと考えております他のところも もちろんポイントとしてはありますけれども、えー、この移行を推し進めていく、その牽引役としての水素ということです。特にその再エネといった視点からですね、非常に重要なのが、やはりその排出量を下げていくためには、この再エネの電力をスケールアップしていく必要があるわけです。 今朝私の方から特に申し上げたかったところはこういった感じなんですが、この移行に際しましての価格を下げていくうそうする、それを実現していくことによって金融での,その移行をどんどん進めることができるでしょう。そしてデマンドのドのライバーはと そしてキャパシティといった意味にもそうですけれども、市場の中で、あとは政策のドライバーになるところ、これは新型コロナのこの時期の状況というものも後押しをしていくでしょう。そして、投資家もパリ協定での目標を達成するような営み、それに、 アライメントが取れているかどうかといったところをより関心が高くなっていくでしょうというような形です。私からは以上になりますけれども。はい、ゾイさんありがとうございました。HSBC さんとしてはその役割といいますか、ここは後ほど聞いていきたいと思いますので、考えておいてください。では、あのドクター・ちゃん よろしくお願いいたします。ショーンさんありがとうございます。私チャンウェイと申します。えー、私はですはねですは私はチャイナハイドレージアライアンス専門委員会委員長そしてチャイナエナジーグループクリーンカーボンエネルギー国立研究所の所長をしております。 中国の水素ということなんですけれども、機能としましては4つございます。まずは、シンクタンクとしての機能ですねえ。中国のこの水素アライアンスの役割のお話です。で2つ目がえ、プラットフォームとしての機能です。水素業界のプレイヤーたちが集い、 協力をしていく、そして話し合いをしていくためのプラットフォームになっています。そして3つ目が、プロトコールをアップデートしていく。そして4つ目が、ビジネスのインキュベーターとしてのか役割です。新規の事業を、アライアンスのコネクションを通して、 えー、実現していくというものです。ここでは戦略、そしてコラボレーション、プレイヤーといったところのコーディネーションということになります。それを通して、この水素の、えー、業界をどんどんスピードアップしていこう、活性化していこうというものです。こちらグラフはご覧いただきますと 水素の委員会ですね、もこの中にありますが、こちら、電力の発電の図になりますけれども、水素を作りながら、電力も作ることができるということです。 えこちら鉄鋼の生成の段階で、えー、水,性水素を生成することができます。そしてもう一つのアスペクトとしましては脱炭素ということですのでそこでの水素の役割というのは大きなものがあります。こちらでは水素が再エネルギー再を使って 交通ですとか、それから輸送といったところ、それからそういった産業ののに向けての,そのソリューションになっていきます。今、中国では。 水素の生成に関しましては高い基準を保っております。こちら1億5千万トンですね、の生成となっております。そしてそのソースはといいますと、ほとんどがまだ活す。 化石燃料を由来としております石炭ですねここで見ていただきますと43%が石炭となっておりますそれ以外のところが、えー、それぞれ天然ガスが16%そして、えー、生成の水素生産がですね13%というようになっておりますですのでその中での、えー えー、グリーンのな水素はといいますと0.3%と1%にも満たないわずかな数字となっております。ですがここの数字はここ数年で増加しております。図の右上を見ていただきたいんですが昨年の最後でですね 今、水素のステーションに関しましては、えー、建設途中です。ですので、今年末までにです、ね、100程度の追加の施設ができてくる予定です。そして、数字こそ少ないものの、 非常に活発な動きが見られます。6000。今、数字にしますと6000ぐらいになっているかと思いますが、これも変わってまいります。水素生産に関しましては、 今日の様子はこのスライドからご覧いただきますと現在一番コストが安いソースとしては石炭ですですが燃料電池ですねのアプリケーションに移行して あそれをしていくためには、電解層をソリューションとしていかなければいけません。ですので、この電解層を動かすその再エネがの価格が低くならなければいけないということです。それがないとキャパシティが担保できません。 右側のグラフをご覧いただきますと、まだ価格が高いということが分かります、えー。キログラムあたりでですね、えー、こちらが30となっておりますそれが下がっていくものの、2020年で今 31RMB パーキログラムとなっております。まだまだ高いわけなんですが。 この電解層に関しまして、非常に効率の高い効率化がですね、望まれるところです。そして、この電力のコスト、PV ですとか、そして風力、そういったところでのその電力の価格が、これからの数年間の間で、 特に5年間でですね、えーの、下がってくることが望まれます。もちろんそれだけで価格を下げるためには、えー、設備投資も必要になりますけれども、この大規模な大変、えー、階層に、えー、投資をしていかなければいけないということになります。ですので、これからの5年間の間で、えー、どれだけサークスを削減していくか。 1%, 1などをしていくわけなんですが、ですが、ここの RMB ですね、価格を下げていかなければいけないというところです。5年以内にその20とか、これはアメージングだと思いますね。はい、過去の経験から このようなな目標となっておりますこちらが最後のページになりますけれども、えー、CHA の方で今努力をしているところをリストアップさせていただきましたこういったアクションを行っておりますけれどもお互いを助け合って、えー、この新型コロナの 大変な時期を乗り越えていくということで、コビトナインティン計画というものを実行しております。政府もそうです。そしてエネルギー業界もそうです。そして、えー、研究機関、大学といったところも協力をして、業界全体で産業全体で取り組んでおります。 えー、この水素の安全性といったところももちろん無視することはできません。やはりその安全性を怠ってしまうと、そこで何か問題が起きるとですね、すべての動きが止まってしまうということになります。流れが止まってしまいますので、インフラの建設、その水素関連のインフラを取り込 りに取り組んでいくこと次に大きいのはテクノノロジーのイノベーションというこ,とですこちらコーディネイティブと書いてありますけれどもコラボレーションを通しての,そのテクノロジー面での革新ということになりますそして最後になりますけれども水素のエコシステムを押し上げていくということです ですので、えー、サマリーとしましては、やはりスタンダードを上げることにもプッシュしなければいけません。テクノロジーのイノベーションもプッシュしなければいけません。そして投資もプッシュしていかなければいけないということで、サプライチェーンというお話もありました。私からは以上のお話になりますが、ありがとうございました。とてもそのコストリダクションというところで、とてもあのエキサイティングな話だと思うんですけれども、このまず固定 え設備投資ですね日<本>のところに日本、ヨ<や>ーロッパ、アメリカでもヨーロッパ、アメリカでもですね、このような水素への関心は高,って高まっています。どうやってて水素に移行していくのかでは Uh, p l a t n んエアリキュイド、Liquid, uh, 水素エネルギー世界ビジネスユニット、バイスプレジェントでいらっしゃいます。どんなふうに移行、えー、にどうやって水素が関わっていくのか、お願いいたします。 私はですね、兼任しており,兼任しております水素カウンシュルの役員でもございますので、リクイイドのバイスプレジェンドであるほかにです、このビジョンというのは人々に理解をしてもらうこと、エネルギー移行するには、いろいろな、まあ、 高炭素のセクターが例えば交通ですとかそのようなセクターが低炭素に移行していかなければならないということですいくつか研究を依頼してあるんですけれどもこれで世界的にどうやって価格を水素の価格を下げることができるのかという研究を依頼したところです これ,がそのこれが研究調査の結果でございまして、その中のいくつか紹介したいと思います。えーまあ、産業界の方では、みながいろいろな知識やビジョンをまとめております。水素の使い方がいろいろありますが。水素 水素がです、ね、今後、競争力を高めることができるわけです。まあ、今のです、ね、化石燃料をもとにした現在の技術と比べてもあ魅力的なものになることができる。つまり水,水素があればあクリーンな産業になっていくことができるということです。 ページがこの上の右の方を見てください。これがどんなふうに水素を使うことができるのかが書いてあります。これですね、化石燃料と水素燃料で、えーまあえー、VS、VS ということで書いてありますけれども。 でこれはですね、やっぱりあの重量、重いものを運ぶう交通なんですね。上の左をご覧ください。えかあ水色のところですねえ。こちらもやっぱり重工業ですね。鉄鋼ですとか石油生成、メタノール、アンモニア。このような。 多くのセクターがそこまで選択肢がない、そして、えー、水素を使うと今,今,今のやり方よりも高くなる,可能,る可能性もある、製造が高くなる可能性もあるということです。このページではサプライチェーン、バリューチェーンなんですが、どんなふうに水素を使うことができるようになるのか、将来。 これによると、コストが水素ベースのソリューションが,きょが競争できるぐらいの値段になるのはいつかというのが出ています。ダウンストリームでエン,エン,でエンドカスタマーですね。えー、というのは、例えば水素ステーション、トラックなどに使っていただくようになる。 そうします。やはり1キロ 6US ドルぐらいになると使っていただけるようになる今はですねグレーいわゆるグレー水素というものを使っておりますのでそれをグレーからブルーそしてその後グリーンにグリーンな水素にか変わっていくとともに、えー、価格を下げていかなければならない。 でそしてもちろんです、ね、水素ステーションもそれから備蓄するところもそうですけれども6ドルにな1キロ6ドルになれば重工業の方でも使っていただけるようになるで,ですから競争もありますがそこで戦っていけるくらいになるもちろんチョ,チョイスもないですね重工業の方でも。 でこちらがですね、やはり中国のプレゼン、非常に興味深いものでしたけれども、価格という面で、平均では水槽はで電光大乾燥を使うと6、6ドル、六ユーロですね、1キロにつき。そうしますと、ですね、グレー,グレー水槽よりも5ユーロぐらい高くなってしまいます。 ですから、いろいろなえオペレーター、それから設備のメーカーさんから情報を集めますと、2つ要素があります。1つは、え再エネの価格が引き続き下がり続けているということ。えじゅでここん、そうですね。 その時、今ですね、1キロワット時11から20というところから再エネを今度多く使っていくことになります。1キロ1.6ユーロからぐらぐらいにまでなる可能性がある。中国からの電解層。 を買うと値段を下げることができる可能性がある。だいたいそうですね。でそのその中間ではだいたい一キロ三ユーロぐらいの可能性がある。ただこれは規模の拡大が条件となります。 もちろん政策立憲者がこの水素という方向を支援してくれないとできないことです。で大体 2, 2ドルに20セントぐらいになるって先ほどの方おっしゃってましたけれども、値段が。この大きな価格、下落があるということですよね。そうすると 投資家から見ますと次のステップとしてはこの激しい価格の下落があるかどうかを見るということですよね。えー、ボリューム量が増えれば価格が下がるということです。まだまだですね。えー まだまだグリーン水素の値段は高い、その値段を消費者に払っていただくわけですから、そしてもちろん、監督長も、作る側も、使う側も、そこに貢献していただきたい。 もちろん最終的にはグリーンに移行したいわけですが現在あるアセットを使っていかないとですね、えー、まあ例えば CCS などの技術を使うカーボンキャプチャーそれからバ,バイオメタンなども使っていくないと。ですね ーブルーハイドロジェン、ブルー水素が強制力のある価格に早くなることができません。今、CCS、カーボンキャ,プキャプチャーストレージの技術というのは現存して実際に使われているわけですフランスでも使われています。 そして、規制の方でそれを支えてもらえれば競争力がついていくことになります。ブルーー水素、グリーン水素に競争力がつきますこれをまとめますと、この3つの要素を考えなければなりません。この競争力をつけるためですね、水素が。一つは コスト生産コストが大きく下が,下がらなければならない。60%、ブルー、水素の場合は60%、ブルー、グリーンの場合は60%下がらなければなりません。次がです、ね、配送コストですね、それを運ぶためのコストも下がらなければならない。で次の5年に規制,が規制で対応してくれることを期待しますが、バ,、まあ、バリューチェーン。 の中で、えー、水素ステーションもあります、えー、まだそんなに数がありません最後のとこはですねえ最、最終的にはですね今より大きい 2, 2倍から5倍大きい水素ステーションを作っていかなければならないそうしますと水素の配送コストが7割下がります 水素,水素を大量にその水素ステーションに運べるようにならないとコストが下がりません例えば備蓄,備蓄もそうです燃料電池もそうですがいろいろな、えー、韓国や日本でいろいろな技術が発達しておりますそして次のスライド これはちょっと保守的な数値なんですが、この他の大きなエネルギー界の大きな改革に比べると、まだ学習カーブが緩いのですが、17から40%がステップチェンジがあるということ。 えですから、非常に野心は高いんですけれども、ただ、これが、えー、到達できない目標であるというわけではありません。エアリキッドの話もさせていただきたいと思います、当社ですね。 こちらが水素におきましては世界最大級の会,会社でございます。 こう10年間でやってきたことをというのはこちらでご覧いただけますけれどもこのシフトに向けての準備という作業をこの10年間やってまいりましたドイツ日本そして韓国カリフォルニアといったところでも活動してきましたまた大きな投資としてはここの10年間でこの CCS のソリューションですね とといったたころにも大ききな投投資を投下してきましてまですので、えー、ギガワットサイズでのそのプロジェクトという意味ではこれ私たちのところほど大きなところはないと思いますけれどもまずはそのメガワットのスキームというものを実現していく第一人者になりたいと思っております。この水水 そのマーケットで、やはりキープレイヤーということで、リードをしていきたいというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。PLATN さん、ありがとうございました。あすいませんでしたあの。そのパワーポイントを途中で出したりとかしてですね、あの次の,あのスピーカーなんですけれども。 ここに関してなんですけれども、チャン・ウェイ博士、ここに関して何かあのコメントといいますか、ありますか、中国よりも少しちょっと高めというような数字が出ていたと思いますけれども、あ素晴らしいトークだと思いました。 最終的なコストといった面でですね、そのコスト削減のロードマップとしては、私たちのところとすごく大きな差があるとは思いませんでした。また、そのリージョンによってはあの、おっしゃっていたようなレンジでえ展開できるところ、あると思います2。2ドルぐらいを目安ですよねで。似ているなというふうに思いました。 その効率化のところもよく似ていましたしそのエネルギーコストのところそれからオフショアについての話ですね私たちはそういったところが少し違いまして、えー、再エネということで全体的にあの再エネという文脈で話をしていますけれども、えー、設備投資のところですねペエルさんからの話がありました。すでにその中国の場合はそこが、その 低いというような違いはありますけれども、それ以外のところは似ているなというふうに思いました。はい、えー、私もそう思いました、えー。私たちの組織としてはもうリーダーですから、で中国でのそのリーダーのあなたたちというところでビジョンがすごくシェアできているなという感じですよね。あの共通しているところが多くあったというふうに思いました。 また QR のところでまたですねその政府の取り組みのところも含めてちょっと聞いていきたいと思いますけれども次、ですね、えー、と中国での最大第2位です、ね、の鉄鋼会社ということで河北集団、うん、あグループのワン・ジンドンさんにご登壇いただきます。 皆さん、えーと、英語をお選びいただけかなければなりませんけれども、よろしくお願いいたします。聞こえますか これを置かない、置していただかないといけないんですけれども、どうぞ通訳席です。今英語のチャンネルから中国語が聞こえてきておりますため通訳ができません。 今英語で、えー、訳をしていますが聞こえますかチャンネル問題ないでしょうか、えー、ちょっとあのテクニカルイシューが通訳者の1人に問題があったようですので、えー、もう1人の通訳者の方で出します。大丈夫です、えーあのえー。ここ1時間ぐらいですね、ずっと私がやっておりましたので、あのどこまでできるかわかりませんがあの、ベストを尽くしますので、えー、ぜひあのよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 じゃあどうぞワンさんが聞こえないのではないかと思います。ミュートにされているようですね。ではまずこの調整している間ディスカッションをしましょう。 チャンサあのジン、神ンさん、コネクションを今、ですね調整しているところですそこが少しまだ調整が必要なようなので、その間の時間を使いたいと思いますけれども。この時代になってですね、まさかあの中国とヨーロッパとの,そのコミュニケーションをもう少し。えー スムーズににいいいくかなという,ふうに思いますよね、えー、今画像がですねフリーズしているようですがその場合はですね一度ログアウトしていただいてそれでログインし,し直さないといけないんですね、まあ、今のようなそのテクニカルなところで調整をしている間にですね少しお話をしたいのはですね非常に大きな会社ということでそのこの企業のご説明を私の方から少しできるところしたいと思いますけれども 12万人もの従業員がいいるととうことなんですよね非常に大きな規模だと思いますけれども、中国ではそんなにむあの珍しいことではないと、それ以外のところで40万人とか抱えているところもあるという話でしたので、本当にスケールが大きいなと思います、もちろんあの中国の組織ということになりますとです、ね、企業などもそうですが、いろいろなファンクションがございますので、この HPIS のような鉄鋼企業、 というのは、えー、非常にハイカーボンな企業、事業、ビジネスモデルからですね、えーと、ローカーボンに移行していくということで、えー、非常に大きな流れが起きております。どうもうまくいったようですねいや。そうではないですか。では、まずですねあの、中東のパディ・パドマーナタンさんですね。アクアク パワーグリーン H2 プロジェクトの社長兼 CEO さん、ね、ちょっとパワーポイントを外させていただきましたけれども、パディさんをお迎えしてですね、少しお話を聞きたいと思いますけれども、まずパディさんが終わったところで、えー、先ほどのスライドには戻りたいと思います。よろしいですか 非常にビッグストーリーがあるということですけれどもコストリダクションのお話をここのところしてきましたけれども翔さんありがとうございますお招きいただきまして皆様にこうしてお話ができることを非常に嬉しく思います今このやはりそのファイナンスの部分ですね資金繰りというのは本当にこれからあの重要になりますのでやはり本当にあの投資金額というものもです、ね、非常に大きな金額が必要になってまいりますので。 ここでお話しさせていただけるの非常に嬉しく思います。皆さんが注目しているところでは、このパートナーシップですね、エアプロダクトということで、ネオンという企業とあのパートナーシップを結びました。そこはサウジアラビアですけれども、とても大胆なビジョンを掲げております。 ここはあのシティというその都市レベルではなくて、ですねリージョンでした、そのそそのその地域全体をこうパートナーということで、えー、カーボンニュートラルにしていこうということで、そのそこにはこう3つのパーティーがありますけれども、このプロジェクトを立ち上げました。 1>, 1日に650トンの水素をですね、えー、これを生再エネを使って生成していこうという計画でおります。これはグリーンにしていくと、グリーン水素です。えー、といいますのですね、このリージョンはですね、えー、毎日晴れなので、えー、本当に。 夜は今度は風が強いということで、えー、そういったところで非常に長い時間継続的に電解層にエネルギーを送る供給することができますですので再、えー、エネを使って4000メガワットの電力を使いながら進めていくわけですけれどもまたその一方でですねアンモニアを使ったもの もできるということです。と言いますのはですね、これが一番やりやすいということが言えます。えー、ざっくりと申し上げますと、プランとしてはそのようになっております。その予定通りに行けばですね、アベレージで、えー、700メガワットなど、えー、そうするとお、えー、300万トンの。 CO2 を年間で,です、ねえー、排出削減を減らしていくということができると思います。うそうしまして、えー、今度はあの車両ですとか、あと船舶ですね、といったところにこの水素のソリューションを上げていくことができるということです。非常にエキサイティングなプロジェクトだと思いますが。 えー、グリーンなアアンンモニアプロジェクト、あ失礼いたしました、失言でしたしししまでけれども、グリーンな水素のプロジェクトということでここでやはりその大きなところはその再エネの価格ですねこういったところに依存している部分が大きいのでできる限り早くこれを推し進めていけるようにしていくまずはですねどこで使っていくかというところですけれどもまずはトランスポーテーションいわゆる交通ですとかあ 運輸入ですね輸送そういった分野で使っていくというのが一番かと思いますもちろんその水素に関しては、えー、リフュエル、えー、どこかでその、えー、この水素を再供給するということが難しいので、えー、そういったニーズが 比較的低いいいとととこころから取り組んでいくことになると思いますそしてこういったスケール化をしていくプロジェクトを2つ3つ4つというふうに広げていくときにはですねどうしてもコストダウンしていかなければなりませんそしてこれは可能です1キロ当たりの,その水槽に対するそのコストですねになります え 2, 2ドルって言いましたか、今、はい1キロあたり2ドルっていうのが目安ということですね。えー、そこまでの道のり、えー、を示したスライドがあったんですけれども、えー、お話をしますと、その電解層の価格、それから電力ですね、それからキャパシティ そのユーティライゼーションコストというふうに言っておりますけれども、そういったところのさまざまなコストを見ていてですね、今ですと、5ドルぐらいでしょうか、1キロワットあたり。で1メガワットあたりで30%、40%のお、えー、と使用率になると、 変わってきますね適材適所にこれを配置していくことによって、えー、下げていくことができると思います。1ドルまで下げられれば。ねえーと パワーとしては1セントまで下げることができます。そして電解層の価格も500ドルでしょうか、に変えることができます。もうですね大きなプロジェクトが少しあれば、これは可能だと思っています。でその本当にあそずいぶん前向きな態度でいらっしゃいますので、勇気づけられます。よここれをですねこのような設備、えー を建てるとということで風が強いところでないとだめということですよね、風力発電を使うということは。そうしますと、世界中にここ,なここならば建てられるという地図があるわけですね。チリ、オーストラリアですね、チリとオーストラリア。今、チリの政府と話をしている途中ので、てはタクソノミーの話で、えー、グリーンサインの話もしていますので、ちょうどいいですね。 で素晴らしい目標があるということで、壮大な目標、これですね、アクアの方では、あかなりここの14年間で、かなり、えー、す早い発達をしています。で次のレベルといいますと、どうなりますか、このクリーンエネルギーなどを,のを元にした次のステップというのは。 今ですね、正しい場所にいて正しいタイミングでやっているだけの話なんですけども、えー、だそして、まあ、非常に強い株主もいるということで、まあ、市場を率いている立場にいるのが私どもです、えー、グリーン水素がな,くなかったとしても,もうすでに、えー、こうステップがもう上に上がっ,常に上がってきています水素,水素はそれにプラスアルファですもう こんなに迅速に急速に発達しているのは再エネがどんどん必要とされているからです。そして今エネ,エネルギーがです、ね、水素からも取れるようになったということでこのあ発展というのはさらに加速していくと思います。そうですねもう 水素と交通というお話が出ましたけれども、先ほどピエールティエンも言いました。水素を例えばチリチリのような場所で風力の強いところで水素を作ると、鉄鋼産業などはやっぱり最初にそ,そちらの方に鉄鋼工場を作る設備投資が必要になりますよね。 そうですね例えば、えー、そうしますと今度は、えー、鉄鋼産業がドイツではなく、チリや例えばサウジアラビアのところになっていくという感じでしょうか。ウェイさんお願いいたします鉄鋼工場を他の場所に移すという話ですかあの、えー、サイエナがある場所に鉄鋼工場を移すというお話をしていたわけですか。 例えば1キロに2ドルまで水素の値段が下がるとすると、下がるとするとチリやオー,リオ,ーオーストラリアのところに移るということでしょうか、生産拠点が。スイスの生産に関しては、まあ、例えば、まあ、鋼鉄を例にとってますけれども、えー、労働力もありますし、それから工場の効率性もあります。 えそれも計算式に入れなければなりません全体の要素を入れてその生産の場所というのは決める必要がありますそれに対してなんですけども今日一番意向で大切なのは水素が安くなること それとも、原料、鋼鉄の原料が移行しなければならないんですか今日の答えは原材料といいますか、使われるもの。グリーン水槽で450トン、450ドルパートンぐらいの鋼鉄を、風力を使って鋼鉄を作るのであれば、水槽を、そして、個性 鋼鉄を作る生産場所の近くに水素を作れる場所も置かなければいけません。そ,そこでこうなぜかと言いますと、運ぶのは水素を交通で運ぶのは高額な費用がかかるからです。PATN、いかがでしょうかパディは言っていることは正しいんですか生産拠点を移すという話ですけれども。<laughs> 非常に感心いたしました。また、ちょっとですね、感心しましたがちょ、ちょっとずいぶん精神的なあの話ではあります。まだまだ、例えば、当セクターとかでもやらなければならないことはまだまだありますので、アンモニアのルート、おこんにちは。 えー、成熟しています問題はそれを水素に変えることですね。アンモニアを工場で使うとするとちょっと心配なのは技術が重要 アンモニアから水素を作る技術があそこまでもう準備できているのかということなんですね。2つ目の話は鋼鉄の場所が鋼鉄製造の場所が移行していくのかということその可能性はありますがレガシーコストのことも忘れてはいけません。大きな製造鋼鉄工場であったとしたら 閉鎖する廃止措置にするコストもかなりとなりますですから今ある資産を再利用するというのが現実的なルートかと思います新しい都市の余裕があれば安い水素を中東やオーストラリアやチリで やるのであればそここに新しい投資を呼び込むことができますですから、ただこのような鋼鉄産業、重工業を根本的に入れ替えていくてことはもちろん大切だということは同意します。鋼鉄をオーストラリアでやるということ、そしてそこでグリーン水素を作る、えー、炭素ゼロで作っていくということ、小さい、えー、施設だとあっても、それは実際にもう起きていることですよね。えもうレガシーアセットを どうするのかというのは非常に質問だったんですけれども、皆様、参加者の皆様、3つのす素晴らしい白書が出ています、今後のコストに関してですね。中国、ヨーロッパ、それからアクアの方からも出ています。非常にえ強気の意見が出ていますね。 コストの削減のパスウェイというのは素晴らしいものだと私は言うことができると思います。あ、ではですね、えー、ちゅワンさんがお戻りですよ、戻りですので、皆さんどうぞ本、えー、通訳のところを英語に直してお聞き直しくださいませ。どうぞ、シンドンワン,さん,いいワンんんさんお願いいたします。ワンシンドンさんお願いいたします。 えち,ょちょっとまだでしょうか、まだ聞こえてきません。では、ではですね、あのワンさんのプライドを私からちょっとまず見せてしまおうかと思うんですが、私、中国とはいつも一緒に働いておりますので、もちろん中国にはあのファイアウォールがあるということなんですけれども、 だけまだまだ前途は長いんですが、このスライドをご紹介いたします。どうやって HBIS で、どんな方向で水素エネルギーの開発が進んでいるのかということですね。 私の方からちょっと英語の通訳聞こえてきませんので HBIC はですね先ほど私た,たちが話し合っていたようなことをやってますね HBIS ではもともと A ですね グリーンのアウトカムをするために、えー、短期では、えー、低コストブルー,ブルーグリーンの水素がないのでその,短期その短期今の短期の間にやっていることがありますよろしいでしょうか えー、どうやってどんな技術で低コストの水素を作っていくのかまとめますといろいろなあ方面で、えー、排炭素二酸化炭素排出を削減する方法があるということです今さ皆さんの今日のスピーカーにおっしゃったこといろいろな各セクターで言っていること いろ、ま、んな方法でグリーン水素に移行することができる他の鉄鋼会社も,も大きな、えー、発表をしてくださっています、えー、スカンジナビアの会社もゼロカーボンスチールを作るを2026 20年までに作ると言っていますワイヤレススチールワークもそうです中国の他の鉄鋼会社でも そのような低低炭素の鉄鋼を作るという発表をしていますですから今のような、えー、製造価格の低下を今各社が利用しているということですね 聞こえますでしょうか？中国語の中国語から英語への通訳聞こえますか？答えてください。では、今英語の通訳が始まりましたので。チャンネルを変えてください。ご参加者の皆様。 では最初に簡単な説明をしたいいと思います中国での水素はですね私、ロジスティックの担当者なんですけれども当社はいろいろなやり方を組み合わせて中国に水素ステーションを構築しようとしています。 ま,あまだそれをやっている途中ということです。HBIS というのは水素エネルギー産業界において今、需要が高まっていることに応えているという会社です。そそして同時にそうですね 億12億トンの直接還元法で水素を作り始めた世界最初の会社です。100キロトンの炭素排出削減をすることができます。少々お待ちください。 あともう一度技術上の問題がありますので大変申し訳ありませんが最後のディスカッションに移らせていただきたいと思います申し訳ございませんすみませんま,また別の機会にお話をできればと思います申し訳ございませんて水素の開発をですね、えー、他の皆さんと共同していくわけですが中国の水素同盟、えー、連合というものがあります。 そちらとも今後、会話を続けていきたいと思います何が問題だったのか、きちんとですねこの後分析をしましてあの、将来的にこういった問題が起きないようにしますので、本当に申し訳ないんですけれども、あのディスカッションの方に戻っていきたいと思います。 このその肥料のセクターもそうですけれども、そのトランスポテーション、えー、交通だけではなくて、ですね交通輸送だけではなく、そういった産業から、企業の皆さんから、今、移行プランがありますよというふうに、えー、そういうニュースを聞きたいんですね、私たちは。 えー、昨日も BNP ・パリバのアナリストなどまた世界的に,もに、えー、知られているこの分野での,そのアナリストなどもお迎えしてお話を聞いてきましたけれどもピエールからの話もありましたがその水素対ガスという構図ではなく中国からの お話ももありましたけれども政府のリーダーシップを持って、えー、合わせていくという形ですねテクノロジーの会社あで電解層を作る開発している会社などを入れていくことによって でこれをもっとこう商業化を早くしていくことができるということですね、その電解層の価格が高いということですから、その値段を下げていくためにですね、えー、にはそういった動きが活性化していかなければいけないということなんですが、今3つぐらいお話をしましたけれども、ピエール・エティエヌさん、お願いします。私は あのカーボンタックスのプラスに関して、えー、50パートンですかね、ユーロですけれども、とか1ユーロの違いをするにはです、ね、100ユーロかかるということになってきます。もっとシステマチックなアプリケーションということでは。 ニーズ、それから、パーキロのコストをですね、その下げていかなければいけないということですよね。ですので、ですのでそこにはですねか、可能性が考えられるそのペナルティというものをどんどん下げていかなければいけません。その上でですね、非常にあの大きなボリュームに対応できるようにしていかなければいけないということです。そして そして大きなリテールのネットワークですね。で、グリーン,リーン水素を,を増やしていく、どんどん進めていけるようなふうに PPP ということですね。その PPP をもっとこう調達のスケールをもっと大きくするということですね。はい ですので、えー、規制当局の方からその利用をプッシュしてもらわなければいけませんね、そしてそれだけではなくて、確かにそのキーとなるエリアというのはいくつかあります、そういったところからどんどんし進めていくっていう、そういう流れを作ることはできると思いますけれども、ですので、そのあのやはりその消費者の,そのファイナルのところだけではです、ね、末端だけではなかなか難しいところがありますので、もちろんそこへ行くわけなんですけれども。 ネットワークを作り上げていくっていうことですね。そういったあの交通・輸送業界で、えー、全体的にこういった流れを作っていけるような密なそのネットワークを作っていかなければいけないということです。チャンウェイさんお願いします。テクノロジーです、ね、テククノノロロジジーーでですすねもっとと高度なテクノロジーを開発することができれば そそのの電解質のコストを下げることがができますよねそれが一つ全体的なコストを下げていくために今すぐにはできないんですけれどもこれから2年3年とかでですねできてくるのではないかと中国のそうですがそれをスケール化してそして、えー、カペックスその 設備投資を統括していくというのが2つ目、それからカーボンプライスです、ね、が関わってくるところ、グリーンな水素の生産とカーボンプライスの値上げとそれを合わせたものですねというやり方が考えられます。中国ではこの燃料電池を作った自動車。 車両を、それ、その水素のコストと、あとは、その水素の、えー、給,給油所といいますか、そういうステーションを作っていこうという考え方があります。ですので、SF の、 助成金とテクノロジーとあとスケール化ですね。これがあポイントになるのではないでしょうか。ではこの移行のコストというところなんですけれども、今ドイツでは今あ金利がマイナスですね。そしてグリーンのコンポーネントというのが、うん、通常の債券のと比べますとそのプレミア という感じなんですが、これはどうやって実現していくことができるでしょうか。まだ高いと思うんですね。ションさん、はい。この動きですよね。ヨーロッパ、アジア、アセアン、それから中国といったところがこう同時に今すごく動いているっと言います。 ここのドライバーはというと、キャパシティビルディングですね、そのリスクアペタイトを上げていくようなそのエジュケーションが必要です。そして、こういったテクノロジーが 本当にネットゼロといった結果をに結びつくものであるというその理解をですね、えー、本当の意味で、えー、していけるようにしないといけないです。そのテクノロジー関連のエデュケーションということですね、それは非常に大きいと思います。そこがああのサステナブルファイナンスの重要な部分の一つだと思います。えー 炭素をそれを効果的に進めていくためにはそこの部分は非常に、えー、あとキャパシティビルディングも必要です。そして やはりその,ファイナンスのサステナブルなファイナンスのリーダーシップということを考えていきますとある国のランドスケープ例えば政策面での,そのサポートですねキャパシティのターゲットに対する、えー、そういったサポートというのはあの他の地域に行くとまた全然違うのでそういったところの各国のレディネスですね、えー、ピエールから指摘がありましたが。 こういった地政学的なランドスケープをアセンスメントをしていくわけなんですけれどもリスクの中に取り <coughs> 失礼いたしました入れていきますが透明度透明性ですね企業がそして国がそれぞれのステージでその地域の中でコスト 面です。その電解層のコストももちろんそうですしそれ,それ以外のコストもですね考慮具体的に考慮していかなければいけないのでそこに対するその認識向上が必要になるでしょうそし,てそしてまた適切なプラットフォームを用意していくということです。 その水素に関する戦、えー、略を政府に、えー、立ててほしいというふうにようなお話が出て雰囲気があったかと思うんですけれども。 そういったこうプラットフォームですね適したものが必要になりますそしてス,スケール化していくことが必要だと思いますそのアクアを通してですねパディさん素晴らしいプラットフォームを作られたと思いますけれどもあなたが存在しているこのマーケットのそのビジョンはどうなっていますか今成功していると思いますがうまくいっていると思うんですけれども今 これまでにもう発言された内容であの十分だと思いますかそれともあのもっとですねあの必要な部分ここの部分はこう努力しなければいけないというものがありますかそれとも,そのもういくつかその契約を,を取っていけばですねそれでこうどんどん進んでいけるという感じなんでしょうかもちろんもっと必要ですもっともっと必要ですよやはり私たちのチャレンジとしてはやはりその 脱炭素をするスピードが全く足りないわけですからもっと加速していかなければいけませんからもっともっと必要になりますでは私たちが今何をしようとしているかというとそしてそれを続けていきたいと思っているのは私たちができること他の人たちがやることがどうかというよりも私たちができること we can なことを 増やしていくていくととうことですね、えー、できることの,そのプロジェクトを増やしていくそして30年前に誰他の人が考えていたこととかそういったところに、えー、終始するのではなく私はコスト削減といったところをフォーカスしていきたいと思っていますその今再再エネが なかなかそんなにこう正しいと分かっているのになかなか浸透していかないのはなぜかというとこれだけの電力を使うとその日,日が照っている時にはこういうふうに使えばすごく効率化することができるというふうになればあのコストも下げることができるんだけれどもなかなかそうなっていないというのが難しいわけですねですのでそうすればそこをうまくいけばもっとこうファーテライザーですねあの アンマニオですとかそういったところもどんどん増やすことができます肥料ですファティライザーというのはそうすればあなそうしていくうちに7000万に気づいたらなっていると到達しているというようになると思いますですので私たちのフォーカスとしてはそのコスト削減ですね グリーンな、今、イスラムマーケットコミュニティの方ですね、この、えー、投資、その融資というのが行われています、そのグリーンエコノミーということで、やはりこれは非常に大きなソースとなっています。えー、これだけの,あのもう資本ソースというの必要ですから、私たちは。これはとてもいいことだと思います。このようにどんどんんボリュームが 増えていいるというのはそれと同時に人々がやはりそのエデュケーションが必要ですね、ゾーイからも話がありましたけれども、えー、このあたりに関しまして、人々がもっと当たり前になっていかなければいけないということです。また私た私ちは、えー、電解層に を大きくして,そして電極を入れていくその電極も大きくなければいけないわけですね別にロケットを作るわけではないですから非常に単純な話なんですそういったところへのその取り組みになってきますね、はい、HPIS を将来的にもですねその中国の鉄鋼業界といったところも見ながらですねあの大きくしていくということだと思いますけれども。 やはりこういったストーリーが皆さんにその聞いてもらえるようにですねきちんとこのストーリーが生まれてこなければいけないですね。で1.5ドルですとか2ドルとかそういったあの目安ということだと思うんですけどもそこまで達成できたとして3ドル。 とかにしてもです、ね、非常にこう強靭なパスウェイというのがあるという,うに思ったんですけれどもこういったその経済を移行していくときにはこれをきちんとしていくためには具体的にそしてあきっちりと何をしなければいけないのかということを定めていかなければいけませんよね。 航空業界に関してもそうです、えー。冒頭のティーチャービデオでご覧いただきましたけれども、来週の,そのエネルギー移行委員会の発表の方でもですね、ぜひあの話したいと思いますけれども、ラターナ教のお話からありましたけれども、移行は もう必ずやってくるわけなんですけどもテクノロジーが、えー、実現可能になれば今度はスケール化していくという問題になる今度はスケール化はできると、えー、R&D がありますのでとても費用というのは高くなりますけれどもその 調達、ドイツの制服、そして他のヨーロッパの国、それから中国の政府の方でも調達のところで、ですね、あの量を多く調達するようになれば、ですね、それだけ R&D に費用がかかって、最初はあの費用が高かったとしても、ですね、コスト、価格を下げていくことっていうのができると思うんですね。そそれがが私たちが行くべき方向だとと思ううでですすね。というのはですね、いのの…は 資本はすすででにう動く準備ができています私たちはパートナーですとかそしてあのジンさんとも話をしましたね、えー、ペリエさんとも話をしましたその中でこのお金はあると。 でこれをどこに配っていったらいいのか、アロケートしていったらいいのか、ここにはあの安定したところでなければいけません、そして絶対にそのコミットメントをデリバーできるところでなければいけないということですので。とサステナブルなリターンを得られますよということを確実にしてあげるということが大切なんです。 かか移,行をを移行をサステナブルな方面に移行するというのが緩和、リスクを緩和するということです。そこに投資をする場合、多くの資金がどこかの行き場所を探しているわけですから、えですから今日のスピーカーの皆さんがおっしゃったこと、とても大切です。えゾイもありがとうございました <laughs> HSBC の方でサステナブル金融の話をしてくれました。どうやって、えー、どっちの方向に行くのか、どうやって資金を導入するのか、ちゃん親も、まありがとうございます。えー、技,術技術の面でのあ素晴らしい実績を挙げていただいております。技術がなければ前に動けません。PL、p l、えール・ ET、n も水素カンシュルを作り上げてくださったということで、ほんこれでもういろいろ、いよいよ道が開けてきたという感じです。 しんどんさん本当にあのちょっと技術的な問題ありましたけれども、えー、貢献に感謝いたしますパディーさん素晴らしいあの明るい未来を語ってくださったということに、えー、感謝いたします、えー、このセッションはこれで終わりとなりますすぐに次のセッションが始まりますのでご注意ください 66, かこ66もの、えー、中銀や監督機関が集まっている NGFS の話がトピックです。そしてそちらにはですね、えーとえー、金,金融庁やです,ですとか、それから、えー、<coughs> いろいろな、えーえー、国際金融公社、または DNB。 などからスピーカーをお呼びしております。将来のために、目標に向かって計画をしていきましょう。ありがとうございました。